お疲れ様です。速稼塾の久保です。暗号通貨全般的に、大下落してますね。時価総額430兆円のところが384兆円まで下がっております。まあでも、どうってことないですよ。この1週間ばかり前、377兆円だったんで、そこから考えても、まだ、高止まりしてるところじゃないですか。止まってはいないですけどね。まあ下落って結構あるんで、これはね、暗号通貨長く触れていると、もうその体制ができますね。だから、ここ1年2年とかで暗号通貨触れた方で、しかもたまにしか見てない方っていうのは、狼狽して売るでしょ。売るからさらに落ちるんですよ。落ちると、もうこれは何回も今でも経験したんですけども、そこそこの値頃感が出るんで、またね、買いに入る人がいるんですよ。特に資金の余ってる人はね、買うんですよ。だから金持ちが、もっともっと金持ちになって、お金がない人がなけなしのお金を失って、もう臆病になっちゃって、暗号通貨もう怖い怖いになっちゃうわけですよね。ビットコイン1100万とかつけてたのが今970万ですけども、そもそも700万突破したのがすごいんですよ。で、そこら辺からでしょ、注目したのも。最近の方とか狼狽してる方っていうのは、こんなね、970万とか言ったらね、もうウハウハですよ。イーサリアももう50万超えてるわけですから、それこそ30万超えたあたりからもうウハウハですよ。だから高値掴みしてる人とかがやっぱ狼狽するんですよね。例えばビットコインを700万円以上の時に買ったとか、イーサリアムを450万超えて買ったとかね。もう高値掴みなんですよ、その辺はね。目立ってから買ってもダメですからね。カルダンも今95円でしょ。最近まで110円とか112円とか110円とかありましたけども、やっぱりカルダンって80円をそこにして結構ね、伸び悩んでた時期とかもあるわけですよ。で、柴犬、どうですか？0.0014円以下だったら買ってくださいって話を1月からずっとしてますけども、そこから見ても3倍ぐらい高いわけでしょ？全然利益ですよ、こんなの。だから、ランキングが上がってきてから買うっていうのは、高くなってから買ってるわけですからね。まあ、狼狽しないことですよ。だから、値頃っていうか、買っちゃいけない価格帯っていうのが、その時その時でありますからね。2プライスとか言って言ってるでしょ、私がね。ああいうふうに見通しを立てて、今のフェーズだったら、いくら以下で買う、いくら以上だったら売るってのを明確に決めてからね、それから機械的に売買を繰り返さないと、その時の感情に任せやっちゃダメですよ。やっぱり人間は感情がありますけども、投資っての感情を捨てないといけないところですから。だから感情に流される人とか、ビビる人とか、欲をかく人ってのからお金なくなっていきますから。本当に欲をかきたいんだったら、もう冷静にいかないといけないですし、感情をね、出さないことなんですよ。ルールを決めて、そのルールに従う。で、そのルールが違ってるなと思ったら、ルールを変更していく。ただ、この繰り返しをマシーンのようにやるだけですからね。ひょっとしたら AI の方が稼いでるかもしれないですよ、本当。だからシンギュラリティって言ってますけども、AI って感情がないわけですから、人間の感情の上を行ってるわけですよ。だから AI をちゃんと投資に組み込めるような資金を持った人が勝ちっぱなしで、で、AI を使うことができないとか、買うことができない人ってのはね、もしかしたら負け続けるのかもしれないんで、そういうふうな世の中来ますよ。もう本当にやばいですよ。感情を、自分の感情を自分でコントロールできるようになっておかなくちゃいけないですよね。まあ私はね、映画とかアニメが好きなんで、感動したいときはね、自分の感情をね、もう感情のままに揺らしたいときは、そういった創作物を見るんですよ。で、リアルで動いてる方では、感情にね、左右されちゃいけないなと思います。特にビジネスとか投資ってのはね。まあビジネスはね、多少ね、人情に駆られてやるときあるんですよ。昔からの付き合いとか、恩になったとかね。あ、恩があるとかね。投資は恩も昔からの付き合いもなんもないですから。もう本当に数字をどのように自分が解釈するかだけなんで、その向こうに人は見えません。まあ人はいるんだけど、人は見えるんだけども、でも人情は見えませんね。この暗号通貨の向こうには、投資の向こうには。はい、そんな感じでございます。ビビらないでくださいね。と言ってもビビるんでしょうがないと思いますけどね。お疲れ様です。